世界の地質学的区域図立て上地プラットフォーム、作り山体盆地巨大化なリーワ岩石区、大陸地殻延長部海洋地殻、0から20ま20から65ま65、マ構造盆地は、プレート運動により、本来は平坦であった、岩石層が、歪み力を受けて形成される、大規模な地質構造の一つである。構造盆地は、上記の力により生じた、沈降地域であり、 同じ原因により隆起した場所が廃車などのドーム状地形である。また、いくつかの細長い構造盆地は校舎として知られているものである。構造盆地は堆積盆地の場合もあり得る。これらは人工地形に後から堆積物が溜まって形成される。しかし、多くの構造盆地は堆積層が形成された時期よりはるか後にプレート運動に伴って形成されたものである。 構造盆地は地質図上では、外して同心円状の層を伴う円形化、楕円型として現れる。これは地層は中心に向かって沈下するからであり、露出している地層は外側から内側に向かって徐々に年代が若くなり、最も若い岩石は中心部に来る。構造盆地の地域的広がりは、しばしば差し渡し数百キロメートルに及ぶ広大なものになる。 構造盆地は、しばしば、石炭、石油、地下水の重要な産出地でもある。ありがとうございます。